お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、久しぶりにミラーデッキですね、元祖のやつを使っていきたいと思いますってわけで、まあこちらですね。でリニューアルしましたちょっとだけ、新しくなったのが、まあ、ロリババですね。前までウッドだったんですけど、まあ、ウッドがね結構でもいいんですよね。このデッキだとそのダメージが入るんですよね。このデッキ削れないから、単純にそのウッドが結構ダメージソースになってきて、まあ、重要だったんですけど、まあ、ウッド使うなら、まあ、ロリババでいいかなっていう最近だとね、なんだかんだ強いんで、まあ、ユニットを咲かせたりもできるんでね、ロリババだと。はい、なんでまあウッドがロリババに変わって、まあ、あとはほぼ一緒ですね。まあいつもこんなんですね。はい、というわけで、まあ早速ですね、やっていきたいと思います。いやー勝ちたいな。でも前だと結構あの三重心に強かったんですよね。そのトルネウッドミラーで、トルネウッドプラスウッドミラーで1ヤード、三重心に対して1ヤードで1ヤード取れて防衛できて、あとたまにダメージも入れてたんで、でもその餌となる三重心がもういなくなっちゃったんで、この敵じゃあ何に強いのっていう話になっちゃうんですよね。よいしょ。さあベビードラ、まあ最近ベビードラも CS 高いんでわかんないですね。とりあえずベビドラだけだとわかんない。まあ、細かく攻めていきます。で、このベビドラ許容かな ?2 発いて、いや、ゴレだ。ゴレプリンスだ。ほぼ確で、そうですね。絶対そうだと思いました。いや、これスケで。まあまあまあ。ゴレプリンスだ。これ、流行りの雪玉ロリババライトかポイズンのやつですね。いやーだー、勝ちてー、これ。ってことで、トルネがないんですよ。僕の知ってる情報だと。はい。ない。ないけども、苦しい。ないけどもですね、マジで。ないけどみたいな。いやー、早く。あー、ベビドラー甘かったな。まあ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 、まあまあですね。よいしょ、コスケで釣る。で、多分、これだけで大丈夫。プリンセスが残ってくれる。残って。よし。よし、これでかい。ここに相手は、なんだろう、縦線ベビー咲いたから。おはー、おしゃれ。それはおしゃれすぎん?ってことで、ベビドラ咲いたっしょ。で、陸が縦線回ってないんで、この間に、左もユニット出した。おいし!入る。オッケー。で、コウモリも入る。オッケー。いや、でかい。相手のなんか、ちょっと、メガゴがやってる。で、このロリババで、ちょっとあの、ね、いじめていきます。で、このメガゴは、一発強要かな。そう、ゴレが来た。いやー、ゴレなー。これなー。ちょっと攻めてきます。ちょっと。ちょっとやばいんで攻めてきます。これ無視。あー、さすがにないか。さあ、このゴレをですね、守りたいと思います。いや、絶対守れんだろって思うじゃないですか。それがね、甘いですね。守れないんですよ。ちょっと守れないんですよね。まあでもこっからですね。よいしょ、よいしょ。あ、ライト、ライトはやばい。うわ、俺の大事なプリンセスが行かれた。持ってかれたけど、さあいい感じに耐えていきますね。耐えますよ。え、待って待って、違う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 、今のアイテム見た、めっちゃうまくない？ほい、あぶねー、あぶねえ、マジで。これディガーで勝ちだ。勝ちなんですけど、まあ、焦らないですね。焦らないですね。僕、ディガー2体いるんで。あー、美味しい。でも相手ライトだから絶対落とされることはないんで、丁寧に丁寧に待って、待って、よし。で、またディガーミラーですね。やばいやばい、待って、待って、危ない。危ないよ、マジで。いや、マジでディガーミラーしたいんだけど、縦線がちょっと厄介なんですよ、あれ。ライトで落ちちゃうんで、まあさすがにもう攻めますね。はい。よいしょ。で、トルネで剥がしちまえば、オッケー!グッディー!いや、いいですね。久しぶりに使うっすけど、楽しいですね。危なかったー、危なかったー。よし。よし。いや、でかいな。ゴレに勝てるのはでかいですね。まあ多分、ラバクロとかには、プリンセスが無限に生きるから、めっちゃ相性がいい気もするんですけど、ベビドラとホバリングがいるんで、ちょっと厄介みたいなところありそうですね。はい、というわけで、リガーでコツコツ削っていきます。
いうので左側に出したらこれボス的にまず釣られない縦線かな。おやマジ、いや違う、この虫タイプ、虫タイプ嫌いなんですよね僕。虫タイプのポケモン、こういう人が、いやーやだなー、マジマジで虫タイプだ。よいしょ、本当に虫タイプ、いやだー、いやだよー、こんなので一個釣られてくない。でももう捨てるしかないよな。いや鳥に打ってたら守れたか、やまえたなー、マジで虫タイプって呼ぶよ本当に。もう呼んでるけど、せっかく俺が頑張ってコツコツ削ったのをそうやってそうやって、これプリン出して爆破で飛んでいくならトルネミラーして、いやいらないな多分大丈夫。うっ、素晴らしい。今ボス機あるんで言うのはなかなか飛ばせないから一回姉妹プリンでサイクルずらします。なるほど、なるほどって感じだな。いやもうこんな感じでいいでしょ。相手ボス的に今ずっと腐ってるんですよね。あーやだめでしょ。いやーまあロリババでいいや、ロリババでこれボス的咲いてくれたら逆咲いうのも入るんで縦線。いやボス的厄介なんだよな、ずっとずっと厄介なんですよね。これ絶対100墓石じゃないですか。100墓石なんすよ。てか、うん。知ってる、知ってる、知ってる。これ矢波か。矢波だから、いや、一回ちゃちゃっと攻めて、よいしょ。これ陸、矢波咲くでしょ？矢波咲くじゃないの。なるほど。なるほど。なるほどね。さあ、ここの防衛ですね。すべては。よいしょ。甘い！甘いよ。これ多分ね、俺左側落とせないのが見えたから、こっから削りきます。けど、一回こっちに振って、ディガーミラーで落とします。いや、落とせないかな。うわー！ちょっと待って。違う。俺の、え？これ勝ち確だったくない？あ、あーやったよー、絶対勝ったと思ったー、右側も削ってたし絶対勝ったと思ったー、悔しい、待ってこれは悔しい、絶対勝ったと思った。ライトニング防衛か、ライトニング防衛か、頭いなかったな。まあまあまあ、ちょっと今のはもったいないですね、今のはもったいない。ラバは相性いいまであるっすね。トルネミラーしとけば、プリン作ってトルネミラーしとけばいいんで。やばっ、ここジャイで逆サイ釣られたら結構やばい。はい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 、まあでもこれはスパーキーはね、ちょっとどうなんだろう、めっちゃ相性悪いってわけじゃないと思うんですね。これちょっと許容します、一発。なるほど、これトルネで、まあ、コウモリとスパーキーボーイですね。はい、まあ高回転でプリンセス回るし、スケルトンとかコウモリで、まあスケでターゲットも取れるし、言うのでもなんとかなるんで、まあスパーキーに対しては相性悪くないんじゃないかなと思いますね。てかまあスパーキーデッキに入るのが基本ガゴムレとかそのコウモリとかなんで、そこがね結構いいと思います。このプリンセス無双になるんで、でこの端前プリン、あー OK、 これ範囲攻撃でエリポンに、うわー入ってねーな。まあ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 、ここは言うので受けるか。オッケー。柳雨咲いたっけ？咲いてないな。咲いてないから、ここで軽く攻めて、このネクロを軽楽に防衛したいですね。オッケー。え、相手のネクロなんかかっこいい。スキンちょっと違うよね、これ。え、気のせいかな。気のせい。全然ネクロとかわかんないから、スキン。はい。まあいい感じですね。まあとりあえずプリンセス作りたいけど、まだ作らなくてもいいかなってこれはプリン咲いてユニット咲かせてディガー急いで回して、オッケー。なるほど、あはー、なるほどだな、そういうことか。やばい、あ待って、ミスった、やばい、あーやっちゃってるよー。まあでも相手陸受けないからオッケー。
とりあえずエリポンは壊せた。エリポンは壊せた。なんでこれも OK、 なんとかなる。よし。やばい、もう負けそう、負けそうな感じがすごい出てる。これでコウモリ防衛かな。コウモリ防衛、まあ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 ですね。まあまあ圧倒的左の方がやばいんですよね。うん、そうなの、そうなんですよね。 OK。 これね、ちょっと作業が多すぎてめっちゃ大変になるんですよね。作業が多すぎて。よし、さあめっちゃ仕掛けます、めっちゃ仕掛けます。言うのが入る。いやー、これどっち削るかだなー、マジで。なるほど、これロリパブでいいや。いや、ロリパブ逆だったかな。まあいいや。てかプリンセス欲しい。やばい、プリンセスがない、プリンセスがないと僕守るの下手くそなんですよね。全部プリンセスでなんとかしようとするんで。いや、これはでもトルネだな。一回トルネで我慢。いや、オッケー、耐える。いいよいいよ、あと足前プリンで終わり。でディガ送って、甘いよ。こういうことですね。こういうことですね。いや、グッドゲーム。いや、楽しいですね。とりあえず大変だけど楽しいですね。一回負けちゃったのがちょっと辛いんですけど、まあはい、そんなもんかなっていう感じで、はい、久しぶりに使いましたけど、まあウッドからロリババに変わったことによって結構まあ陸系できるし防衛もしやすくなるしみたいなところはあったんで、意外と前よりは使いやすくなってるかもしれないですね。はい、そんな、まあまあまあそんな変わんないですけど、はい。なんでね、ちょっとまあ遊びデッキっちゃ遊びデッキなんですけど、まあ楽しいんでね、よければこちらも皆さん使ってみてくださいね。一度はぜひ、一度はぜひ使ってみてください。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。よければね、今日あの1本目の動画曲がってるんで、そちらの方もよければ見てください。というわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。